有名 YouTuber ーー、リルファ西岡さん、ご来店でございます。そしてですね、トルコ募金、ご協力いただきました。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。お仏壇の販売が天職長た後期でございます。2023年、今日は日曜日ですね。2月の23日日曜日、今5時49分。外気は今日冷えてるんですよ。11度、朝動画でございます。 もうかなり晴れてますね、今日お昼は天気がいいという話ですけど、ですねまあ、あの寒くてですね今、暖房つけました、まあまあ、それはともかくとして、ですね昨日ありがとうございます、リルファ西岡様、ご来店いただきました。でですねトルコ募金ご ご協力いただきました。えー、もうこれかなりずっしり重くなってますよ。もう一度ですね、あの、募金をさせてもらって、その時は5万ぐらいありましたけど、結構今回もこれ入ってますね。ありがたいことでございます。西岡さん、ご協力ありがとうございます。見てください、ほら。インコちゃん。インコちゃん。おっきいですよ。この子はですね、おっきいですよね。えー、このくらいの大きさありましたね。で、なんかですね、おっきいインコちゃんはですね、やっぱり長生きするそうなんですよね。あのー、 人間と変わらないぐらい、長生きする子は80歳ぐらい生きるそうですね。あの、ちっちゃい一個ちゃんは10年ぐらいだそうですけど。 この子がまたにこかったんですよね、物物をしゃべる、それと芸をするって、女の子だそうですね、とても西岡さんとラブラブだったですね、あの西岡さん、前回ご覧いただいたやつですね、カメちゃんとか、ですねあと白い大きなヘビ、白い大きなヘビですね、そういうの連れてきて,て、あの動物 YouTuber でいらっしゃいますね、イベントとかに出ていかれてですね、あの動物と一緒に、動物も貸し出しされたりですね、それとそのイベントをですね YouTube であ中継されたりとか、そういう方と活動もしてらっしゃいますね。すごい こういう形でですね、本当、ご来店ありがとうございました、嬉しかでーす、もうこうやって来ていただいて、ですね、もう何よりでございます、はい、もうそういう形でですね、あっ、最後にですね、このインコちゃんとですね、記念撮影。 <laughs> インコちゃんじっと見てるんですよね。このおっさん何やねんちょ、っじですね。あ、どうぞ、すいません、どうぞ、すいません。はい。インコをドン引きでございますね。はい。まあ、そういう形でですね、本当にありがたかったです。えー、ゆうべ、YouTuber ーー、リルファ、西岡様、ご来店、トルコ募金、ご協力でございます。えー、インコちゃん、女の子です。16歳、お年頃、女子高生ぐらいですね。お年頃でございます。えー、AV カメラマンと自称、自称 AV カメラマン。AV っていうのはですね、 アニマルビデオの略だそうです。いいね。こういうの大好きです。大好き、大好き。はい。で、リルファさん。えー、っていう形でですね、活動をですね、リルファっていう会社をしてらっしゃいまして、動物を出張化し出し、それとそれを YouTube でですね、配信、そのイベントとかを配信。それと、せ、あの、政府、ファイナンシャルプランナーですね、それもやってらっしゃいます。まあ、あとですね、畑正則さん、あ、もうこの間亡くなられたけどですね、残念ですね。畑正則さんともお友達、ご親友、 やっぱりお友達とのことでですね、まあ、あの私も子供の頃畑正則さんの本は全部読んでましたねまあも本当ですねまあそういう形でですね畑正則さんたちのですね、まあ、その志を引き継いでですね頑張ってらっしゃいますディルファー西岡様ご来店そしてトルコ募金ご協力誠にありがとうございましたあの今あのずっと受け付けておりますのでよろしくお願いします はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運をあってん。お祈り申し上げます。